はい、カラファクトリーです。コーヒー豆がなくなったので近所まで買いに行きました。その帰りですね。いやー、今日天気いいですね。気持ちいい。近くにね、高校がありましてね、なんか生徒さんクラブ活動でなんかやってますね。見えないんですけど。いやー、いいですね。で、今日の風景はこんな感じの風景。空がね、とっても綺麗なので挑戦しようと思います。グラデーション描くときはやっぱり画板は立てて流しながら行った方が綺麗に描けますよ。今日ブルー系から下の方がちょっとピンクみたいなね、そんな感じに持っていきたいと思います。水はちょっと多めでね、あえて紙の表面は絵の具が流れるぐらいの水の量でね、やってもらえると結構綺麗に筆跡も残さずいけると思います。まあね、これくらいの空の面積の構図になると空がうまく描ければね、ほとんどほぼ絵もできたも同然みたいなね、ところがあるので、空はなんとか成功させたいとこですよね。
はい、終わりました。今日の紙のサイズが F4 なんですけどもね、ちょっとこういう引き気味な風景の時、あと今日ちょっと若干書き込んだんですけど、そういう時はですね、紙がもう少しサイズ大きい方がいいですね。 F8 最低 F8 ぐらいあった方が書きやすいですね、うん、特に僕はあの粗めの紙を使っているので、うん、紙が小さくて、風景引き気味の細かな風景だと、それでもって書き込んでやろうとするとやっぱり限界がきますね、うん、書きにくいですとっても、うん、まあざっくりとしたねイメージ寄りの本当に書き方でいくんであればあまりその辺は気にならないんですけどね、今日はちょっと書き込んでやろうと思ったのでちょっと紙のサイズが小さかったかなと思いました、うん、はい。まあ風景画に限らず、まあ風景画って言ってしまってもいいのかな、うん、天候とかね、その風景も同じ場所を描かない限りね、なかなかね過去の経験がね 100% 活かせないんですよね。まあ 20% か 30% ぐらいしか経験が活かせないんですよね。それがまあまた面白いところでもあり難しいというところでもあるんですけども、はい、まあまた挑戦していきたいと思います。今日はこんな風景でした。はい、またよろしくお願いします。